神戸市の王子動物園でジャイアントパンダのタンタンが食べ残した餌の竹を使って竹灯籠を作るワークショップが開かれました。このワークショップは王子動物園が飼育するジャイアントパンダのタンタンが食べ残した餌としては使えない竹の幹を有効活用しようと企画されました。中国への返還が決まっているタンタンは新型コロナの影響で飼育期間が延長されているものの、今年の末までには中国へ帰国する予定です。ワークショップにはタンタンを忘れないでほしいとの思いも込められていて、参加した親子らはスタッフの指導を受けながら電動ドリルで竹に穴を開けて竹灯籠を作っていました。思ったよりすごくよくできたと思っています。穴開けるのとか力が必要だったので、疲れました。夜本読む時に使おうと思います。ワークショップは来月以降も月に1回程度開催されるということです。